CGS をご覧の皆様こんにちは神谷宗平です本日も人生の指針を学ぶ偉人伝キャリアコンサルティングからお送りしていきたいと思いますえ今日の講師は川端さんです川端さんよろしくお願いしますよろしくお願いします川端さんもはいキャリアコンサルティングのバッジがついてますけども、はい、このキャリアコンサルティングの中ではどういったお仕事をされているんですかはいえ私はですねまず主にはいえ20代30代に対して、はい、まあリーダーシップの基礎はいを教えているのとともにはい。はい あとは日本の伝統文化を伝える会として、約600名の規模になるんですが、あの夜方舟、まあそういったまあ企画やまあ運営に携わっております。あ、なるほど、私もキャリアコンサル来た際にですね、夜方舟に乗ってる写真とか、あのね、そうで参加された写真見たことありますけれども、それの企画運営をされているということなんですね。その川端さんが今回選ばれた人物はどなたですか。はい、白洲次郎になります。白洲次郎。はい。はい。なぜ白洲次郎さんのこと。はい。 まあ、私が「白洲二郎に」に、まあのめり込んだというか、まあ、惚れた理由がありましてもともとはですねあのジェームス・ディーンとか、はい、あとはポール・ニューマンの映画が好きでして外人でかっこいいなと思ってる時に「うん、お日本人にもいたぞ」と「はい、白洲二郎かっこいいじゃないか」というところからそこをきっかけにですね、うん、まあ取り組んでいたのが。 きっかけになります。なるほど。はい。そんな川端さんのプリンシップルは何ですか。はい。私のプリンシップルは国守り、はい、になります。素晴らしい。はい。台本のない回答ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。<laughs> お願いします。えー、それではえー、早速白洲次郎について話をしていきたいと思います。えー、まあ過去の講座の中でも一番ラフなま状態でま登場していただきました白洲次郎。まあこの方はですねまあ日本が大東亜戦争に敗れ まあ試験を失った時代に活躍したリーダーです。まあ今から七十一年前、まあ試験がない日本は、まあ六年八ヶ月、まあ GHQ による間接占領を受けていたんです。まあ試験がないというのは簡単に言えば、まあ GHQ のまあ言いなり。まあそこに対してですね反抗をしたり、まあ意見を言おうものなら、まあ命すら危ない時代に。 白洲次郎はですね、G.H.Q. にこう言われていました。従順ならざる唯一の日本人。まあ G.H.Q. の言うことに従わない唯一の日本人と、言われた白洲次郎一体どんな男だったのか。まあ生まれは明治三十五年二月十七日、えー、兵庫県に生まれます。えー、貿易省白洲商店の次男。 まあ非常にまあ裕福な家庭で育ち、まあ、高校生の時にですね、まあ、これで1年間過ごせと、まあ、今でいうところの1,000万お小遣いでもらってです、ね、父親に買い与えてもらったペイジーを乗り回し気に食わないやつがいればボッコボコそんな白洲次郎だったんです。 でまあ、そんなことばっかりやってるんでですね、まあ、家にはですね謝罪するときに持っていく用の菓子折りがこう積まれているようなそんな白筋、まあ性格をわかりやすく言うんであれば、まあ、傲慢せっかち負けず嫌いぶっきらぼうの気に熱い白まあイメージで言うとですね、まあ、スネ夫の家に生まれたジャイアン。 まあそんな白洲次郎はですね、大正8年、17歳の時にですね、なんと島流しに会うんですよ。その行った先はイギリスケンブリッジ大学、最難関のクレアカレッジ。そこの生活が白洲次郎の生き方を大きく変えていきますま。一言で表すのであれば、映画のジャイアン。いきなりいいやつ。みたいなね。そんな感じになりますま。半分冗談ですが、 まあイギリス留学中、まあ、年間4,000万の仕送りをもらってですね、まあ、大好きな車ベントレーあとは走る宝石と言われたブガッティこんな車を乗り回しながらさまざ、あ、まな人脈を,を作っていきます。あとはイギリスですので、まあ、ジェントルマンとして公のために生きるという生き方を身につけて育ちのいい野蛮人から。 口の悪いジェントルマインと変わるんです、ね、まああんまり変わってないやろみたいなねそんな感じかもしれませんまあそんな白洲次郎はですねあるテストの時まあ衝撃を受けることになります、まあ、それはですね驚くほども低い点数を取るんですよでその時教授にこう言われるんです「君の答案には一つも君の意見」 主義主張がないと、まあシラス上の方に衝撃が走るわけです。日本のように右へ習えだけでは通用しないのかと、まあ元々まあシラスジルを右へ習えてなかったわけなんで、まあこの一見がですね見事にまあ、性格的にもハマり、まあ、次のテストではですね自分の主義を回答用紙に書き、高得点を取ります。 まあこれを機に白洲二郎の生き方の軸となったのが本日の講座で一番大事になってきますがプリンシプルプ。これをですね日本語に訳すってなるとなかなか難しいんですがえまあ原理原則ですとか道義とか主義あとは筋を通すような意味合いが含まれていますま。ただこのの講座の中ではプでプリンシプル 主義主張として話を進めていきます、まあ、こうして8年にも及ぶです、ねまあ、夢のようなこう、ね、留学生活を送っていたわけなんですが、まあ、昭和の金融恐慌のあおりを受け、まあ、知らず商店がです、ね、倒産してしまうと、まあ、そのことがあって、まあ、日本へ戻るわけなんです。え日本へ戻った白洲次郎は、まあ、英,し英字新聞社を経て、まあ、商社前になって。 まあ一年の大半をこう海外でまあ過ごすと、まあその時、えー、当時イギリス大使だった吉田茂と出会います。吉田茂。まあ英語は下手だった吉田茂はですね、まあ白鷺次郎の完璧な英語力、あとはまあ二人ともですね、まあ性格的にちょっと一般人とはちょっと違うところがありまして、そのところがですね、まあ行き統合したり。 あとは、相手が誰であろうが、このプリンシプルを貫くスタンスをですね、吉田茂は買って、後に日本に主権がない時代に、吉田茂の右腕として、占領を背負う男になるわけです。ここからは、戦後、占領を背負った男、白次郎を話していきます。昭和20年8月15日。 大東亜戦争に負け主権がない日本を背負い少しでも日本のプリンシプルを通すため GHQ と日本政府の間に位置する終戦連絡中央事務局に当時外務大臣だった吉田茂に任命されます相手が誰であれ日本を代表して戦う白ら次郎当時アメリカの使いっ走りで まあ日本に来ていながらもまあしょうがない、まあ、当時の日本において、まあ、最高権力者であったダグラス・マッカーサーサ、まあ、見た目からねちょっと気に食わないところありますがこのダグラス・マッカーサー、まあ、逆らうものならですよ、まあ、殺されてもおかしくない相手をなんと知ら次郎一括してしまうんです。まあ、12月 まあ天皇陛下からお預かりしたダグラス・マッカーサーへのクリスマスプレゼントを白ジ郎が持って行った際にダグラス・マッカーサーなんとそこらに置いとけみたいなそんな指示を出すわけです次の瞬間白筋郎こう言うわけですいやしくもかつて日本の当事者であった天皇陛下の贈り物をその辺に置けとは何事だと持って帰らせてもらう まあビビるのね、こうマッカーサーはです、ね、慌てて新しい机を用意させて。その机の上にプレゼントを置かせました。まあ余談にはなりますけど、まあこのダグラスマッカーサー、かなりのビビりなわけですよ。ね、まあフィリピンにおいて。何だったっけな、アイルビーバックだとか。アイシャドウリターンだとか、なんだか抜かして、ビビって部下を置いて逃げたようなやつですよ。 ははい、えー、ここ余談です <laughs> まあそんな相手が誰であろうが日本の代表として、まあ、戦争には負けたが奴隷になったわけではないとそう口にしながらプリンシップルを貫いていったのが白須二郎。しかし、まあ、こんな反骨精神旺盛で、まあ、弱気にならないような白須二郎がある時手帳にこう書き残しました。 興奮絶頂に達し正午総司令部より今に見ていろという気持ちを抑えきれずひそかに涙す相手が誰であれプリンシプルを貫いた白石次郎がなぜ今に見ていろとひそかに涙したのか後編はそのことに触れていきます。